演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの片揚げポテト、ダダ豆、ダダチャ豆アルチ、山形県代表を食べたいと思います。ちゃんと覚えておきよ、山形県ですね。確かにお豆の香りしたけど、なんかポテトチップスでもこんなお菓子ありそうな気がするなって香りですね。はい、こんな揚げなのでちょっとこんな感じになってます。ではいただきます。豆の風味は感じられますけど、ご当地感はちょっと弱いかな。もうちょっと独特な豆の味とかだったら分かりやすいんですけど、お豆の感じはそんなに味の面では強くなかったですね。その割香りが結構きましたね。なのでこれをおつまみにビールとかは、どうなんだろう。でもこれだけ聞いたもん、もともとおつまみで固めなのでちょっと食感も感じられて美味しかったです。お豆というのもなかなか捨てがたいですね。ただもうちょっとお豆が強くてもいいかなと思いましたので、こちらも点数とさせていただきます。それでは鰹だぞ、朝の元気を与えよう。朝から鰹を食べたら確かに元気は出そうですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。